は、和歌山県東室郡那智勝浦町大和浜の宮にある、西日本旅客鉄道規制本線の駅である。事務観光度は62万2043。かつては、那智観光の玄関口であったが、現在その機能は、紀伊勝浦駅に集約されているため、特急はすべて通過するが、1984年2月までは、新台特急、キ伊、特急、南紀が停車していた。 また、近年でも、稀に、特急、黒潮号が、臨時停車することがある。改築間もない二代目駅舎駅前にある山口、熊野聖徳比西式裏手前が、ホーム相対式ホームに面二線を有する、行き違い可能な地上駅。一番乗り場側に駅舎があり、ホーム間は地下道で結ばれている。駅の裏手、二番乗り場のすぐ裏側は、夏二式裏であり。 ホームからも砂浜を眺めることができる。1936年12月春工の駅舎は、熊野那智大社を模し、社殿風のデザインとなっている。駅舎そのものは、無人駅であるためが乱動であるが、1998年8月、この駅舎に、那智勝浦町営の那智駅交流センターが、増築された。那地駅交流センターは2階建てで、1階にはくつろぎ、広場という、 マッサージチェアや飲み物等の自動販売機の設置された休憩室及び地元の農産物を直売する産品販売所や特産品を取り扱う特産品売り場などが2階には町営温泉、西木の湯がある。前述した通り無人駅で新宮駅の管理下にある。トイレがある。2021年3月13日より愛子家が利用可能になる。 上表の路線名は旅客案内状の名称で表記している。なお、駅前には山口熊野聖徳碑と中村角之助検証碑が混流されている。山口熊野は和歌山県議会議員を経て1898年に衆議院議員に当選、国会で規制本線の建設の提案を行い、1920年規制再選建設の決定にまでこぎつけた。 帰省本線開通の功労者である。この石文はそれを記念するものであって、大事を、世耕光一が、気分を、郷土市屋の田原慶吉が、小、古谷武雄がそれぞれ担当し、1940年8月6日に、混流された。中村角之助は、日本サッカーの普及に貢献した人物で、それぞれ日本初とされるサッカー指導書の発刊、集休部の創設、 試合の開催を行った。日本サッカー協会のシンボルである八タガラスは、熊野那智大社の八タガラスをヒントにデザインされたとされる。2002年に和歌山文化協会第53回尖閣文化功労者として検証されたことを機に、石碑も混流された。那智観光の拠点で、熊野那智大社や那智滝那智山方面への道が、駅前から那智川沿いに伸びている。 また、夏は、駅裏手の西木への海水浴客で賑わう。近年の1日平均乗車人員は、以下の通り。西日本旅客鉄道、W 期の国線うく駅な智駅紀伊天満駅。ありがとうございます。